ユピテルのバイクナビ BNV1 を2020年の地図にアップデートする方法を紹介します。 BNV2 でも同じ方法でアップデートできます。アップデート用の SD カードを裏の SD カードをですね、搭載するところに入れます。裏蓋を外してバッテリーを外すと、この下ですね、ここに SD カードを入れるところがありますので、ストッパーを止めて外します。ここにアップデート用のマイクロ SD カードを入れます。マイクロ SD カードスロットに、アップデート用のマイクロ SD カードを入れたら、バッテリー、これ元に戻して裏蓋も閉めます。バッテリーは入れておいた方が良いです。これで準備完了です。アップデートはバッテリーでは動かないので、バイクに取り付けてアップデートを行います。専用外部電源があれば、それでアップデートすることもできます。イグニッションをオンにすると、上の画面が出てきますので、インストールをタップするとアップデートが始まります。アップデートは約20分かかります。エンジンをかけたまま20分置いておくわけにもいかないので、近くを走ってきました。アップデートが終了すると、マイクロ SD カードを外すようにとメッセージが出るので外します。外さないままですね、もう一度電源を入れると、やはりマイクロ SD カードを外すようにというメッセージが出て、ナビが使えません。アップデート後のナビの様子です。今日も猛暑なので車に積んで、様子を見てみました。 GPS を受信しました。
400m 先左方向です。300m 先右方向です。
方向です。その次は7で右方向です。続いて7で右方向です。右方向 1km 先、取締りエリアです。まもなく7で右方向です。その次は右方向です。ナビはこんな感じです。ファームウェアが前回と変わっていないので、その辺ですね、目新しさはありませんでした。